昔語る期待センス二人ひさそれと私あと先生6年前僕の夫彼はしかいやその子しかその道えどうし彼は結果症それそれ以来手をフィロセおもし歪んだ自分それ人あまり四辛くそのあなたそうだもんしか違います燃えた気を推しそれらそんな確かに推論としては多少強引ですねあなたもそう思うなら証拠を見せましょうここまでする必要はないのかもしれないけど少しの辛抱だから我慢なさい先生あなたは一体大丈夫よ確信があるものこんな まさか冗談ですよね殺したわ間違いなくねそんななんでこんなことをのぞめばいいまた誰の声なの望めば叶う。わかりやすい非常にシンプルだ望めばそれが僕のたいんだろ救いたいんだろならば望めばいいそんなの決まってる助けたい助けたい助けたいよかったベインお前なのかこれで分かったでしょうあなたの正体あなたの力がどういうものかあなたの人そして自分自身の望みを叶える力がだからってやりすぎだわいくらなんでも
生の目的が分かりません。生徒を手にかけてまで一体何を。あなたが契約を交わした宿主の猫がいなくなれば、あるいはとも思った。しかしそれすらできないのならば、もう手段は一つしかないの。答えてください。望んで人を生き返らせる力、それは望みさえすれば人の命をも奪える力。使い方次第では世界をもどうにかすることができる。見過ごすことはできない。世界を。だからって、でも。悪いのはあの人。この力を生み出したあの人が全ての原因。だからこそあの人の名をこれ以上落とすことは許さない。先生、まさか。先生と父さんは。それが貴様の本音か。まだ未熟なうちに、力が完全に目覚める前に消えなさい。
ゾルダ先生。バカね。こうなることは分かりきっていたのに。私があなた。モース。誰か呼んで。わかったわ。僕はみんな。ああ、そう思ったが。イゾルデ先生です。無事。全骨です。え？あ。使えない。これ。あいか。君の。しょ。それ。なんで。なんなの？ぜ。気持ち。あん。気のそれ。大学確かで、まあ、うん、あみんなそうであまりサンファー手をしかし、ね、なんだ僕お前今はいない